記憶は僕にはある、で、さっきそのヒートアイランドを始めた理由はですね、その一つの理由は、さっき言ったように学生が、今度上がってこいって言ったらやりますって言ったからなんですが、もう一つは、その、昔ヒートアイランドって冬の夜の現象だって言われてたのに、最近ね、2000年ぐらいから、ニュースで、最高気温を更新しました。なぜですか？ヒートアイランド現象が関係していると思われますかっていう話が出てきて、ちょっと待って、それはヒートアイランドって昔と違うのか。で、話してみようと。で、まあ、こういう、これは先に言うと思うんですが、ハカルンドなんて、ね、なんせ海洋物理の人間ですから、海洋物理の人間がですね、気象の、それも海洋物理も、どっちかというと、力学屋って言われてる。観測はしたことなかった。観測したことなかった人間がですね、
夜も違う気象で、しかも、観測をやる。で、そんなのにお金が取れるわけじゃない。で、そのないから、リカバナリ対策。リカバナリ対策で研究を実施して、高校生と一緒にヒーターアイランドを測るんだと言ってお金をもらってですね、で、みんなでこういう機械を作って、みんなの、京都の町の温度、気温を測った。測ってみたら、ですね、やっぱり昼間、郊外と、街中で気温の差がないんですよ。もうほぼ一緒。夜はやっぱりね、差が出るんですけど、夜は差が出るんですが、昼間は差がない。で、だけどやっぱり街に行くと暑いわけです。なんで暑いか。で気温は変わらないんだけど、実は人工衛星から温度が上がるんですね。そうすると、都市だけ暑く出る。気温は変わらない。気温は変わらないのに、人工衛星で温度が上がると、都市は暑く見える。なんでか。で気温、実は人工衛星で見てるのは気温じゃなくて、地面の温度。で地面の温度が10度、20度高い。で夏の地面は暑いでしょ。でだから、そこから赤外線が来るわけですよ。だから暑い。地面が暑いのがいかんのか。という、だから、決して空気が暑いわけじゃなくて、この辺が暑いから、都市は暑く感じる。便利や、という話をするんですが、なかなか赤外線って目に見えないので、なかなか分かってもらえない。というので、というのでこの実験なんです。ここでこれか。やっと来た。で、赤外線というのは難しくて言うとプランクの法則というか、温度を上げると物体から、光が出ます。で、太陽の直線距離、直線距離まで行くと人間の目でこういう光が出る。で、今僕らは大体300ケルビンぐらいです。300ケルビンの温度に対応して皆さんにも光ってる。赤外線出して。だけど目に見えない。で、その赤外線は温度を上げると温度の色調に比例して、たくさん出るようになります。で、なのでちょっと温度を上げてあげるとですね、たくさんこう赤外線が出てくるので、今ちょっと温度を上げてます。どこへ落ちるのかなって。
使ってもいい。大丈夫ですか。この女子2人がよだれだった。よだれやばい。じゃあこれは返してみますか、うん、はい、でその間にじゃあこれでせっかくどうしたらいいと思うっていう投げかけがあったらじゃあ男性さんどうしたらいいと思う。どうしたらいいんですか。地面が温まって熱くなるし、はい、どうしたらいい。温まないか冷やすかどっちかですよね。なるほどね。温まらないように全部わかるんだよ。あと全部アスファルト引っぺがしてちょっと江戸時代ぐらいの逆に人間が当たらないように服が斜めになる。なんだそのスリットは。面白い。なるほど。反射するアルミ素材で。そうそうそう。
別に現象が変わったわけではないけど、なんかこれが暑いっていうのをなんか皆さん気温が暑いと勘違いしてるだけだ、うん、なるほどなるほど、でというところまでは分かった、うん、じゃあなんでと太陽光の表面ってあそこにあるんですかと、うん、コンクリートだからって、じゃあコンクリートもなぜあそこだろうと、うん、で、うん、それでですね、まあ町と山の風景をこうじっと見比べると何が違いますか、うん、で道路とか建物で終わるので、こっちは葉っぱで覆われてる、うん、葉っぱってこのぐらいの大きさですね、でこっちは、まあ、この辺にこう車がいますが、車ってことでかいですね、うん、で一つの面がつるっとした面がこんなでかい、で実はそれが大きく効いてる、で、皆さん、夏の昼間に車の駐車してる車の表面がすごく暑くなるというのはよく経験するわけですが、同じところに耳が落ちても暑くならない、うん、まあ、ボンネットの上じゃないですよ、これ車の前に三脚立てて、そこにミニカーを置きました。同じ駐車日光下です、同じ駐車日光下なんですが、ミニカーはないんです。実はそうではなくて、そうではなくて、まあ、これ空気にですね、熱を逃がすことを考えると、大きな面があるとここは熱くなりますよね、はいはい、でこっちから風が吹きますよね、冷たい風がこの辺に当たるんですが、うん、そのうちだん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 暖かくなった時にこう来て、もう冷やさなくなっちゃう、はい、で本当にミリ単位ぐらいなんですが、こう薄いこう、まあ、毛布をかぶったような状態になって、なるほど、冷やせない、でところがちっちゃいと、もう冷たいのが直接肩に来るので、よく冷える、あ、それは表面積がだから小さければいい、そうそうそう、大きさが小さければいい、あ、なるほど、で、本当ですか、本当ですか、そうじゃないですか、本当ですかと思うので、さっきの画像をよく見てみましょう、で、今日なんです、はい、で、本当暑いところは白く抜けちゃってるので、これが暑いところですね、でこれ何かというと、京都のですね、京都の町の東大のこの辺なんですが、これ桂川、まあ、桂川の豪快にして自衛隊にいるんです、で自衛隊の駐屯地でこれ工場みたいな屋根がダーッとなるんですけど、で大きなタリバの屋根がたくさんある、で、これが暑い。そうだ。で、じゃあ、他の暑いのここにある。あれ、ここ市場通りって反対。反対の場合は、西の方が多いんですよ。やっぱ暑い。暑い。暑い。この辺、この山の中で何かが
何かというと、うん、浴場なんですよ。あ、そうなんだ。そう、でね、浴場の芝が暑いんですよ。浴場の緑ですね。そう、そう。でね、なんでなんでと。でね、さっきね、ちっちゃいものが暑くならないって言ったじゃん。芝、うん、のほうがちっちゃいですよ、ね。だけど、大事なのは、うん、あの空気に熱を逃がすということで、うん、要するにこれ、芝の葉っぱの間、空気抜けないので、確かで、となると、でこのこっちは確かにね、この周りの木、周りの木のところがすごく温度が低いわけですね。で、この辺は、この辺にこう葉っぱがたくさんあって、空気がスカスカと抜けている。で、これは、芝は空気が抜けないので、暑い。で、となると、やっぱ風通しの問題だよね。なるほど。で、じゃあ風通し、で要は都市の表面をちっちゃくちぎって、ちっちゃく細かくちぎって、でタイルみたいにこう並べちゃうと元の空間になるから、細かくちぎってそれを三次元空間にばらまけばいいわけですよ。なるほど。で、どうやってばらまいたらいいんだろう。うん、全く分からない。と、飛び出すか、余計です。もう、いや、もう、そんなこと言われても、それでですね、未来都市みたいな。未来都市みたいな。どうしようか。でですね、そこからですね、どうしようか考えてたときに、うちの数学の先生がですね、四面体というか、ね、こういう、こういう形、で、こういう形の、おもちゃを作ってですね、ここにこの時計台の写真を貼り付けてですね、でこれが ある方向から見るとこれ全部向こう側が見えなくなって写真で埋め尽くされるんです、ね、である特定の方向から見ると写真がちゃんと見えるんだけど、こういうふうに見えるになると、なんかバラバラになっちゃって分からなくなります。面白いでしょ。でこれはトラクター次元が2だから遊べることになるんです、言われた、うん、で フラクタル、フラクタルっていうのは昔ね、僕が大学生の頃に、次元が 2.3 とか 1.3 とか 1.7 とか中途半端な次元を持つものとして、なんかへんてこりなものを数学者が考えたわけです。で当時は僕も、それ何よとか昔はまともな感覚だったんですよ。1.5 とか、ね、次元って 1.2.3 って少数じゃないの。それが 1.5 とか 2.4 とか、なんですかそれと思ってたんですが、今度これ、フラクタルって自己掃除ということでしょうか。自分自身と同じ場所のコーヒーになります。でその中に今と同じ場所のコーヒーになります。コーヒーに自分自身が生まれた形をしているのが特徴なんです。その特徴を持って、ちょっと半分の時間を持つということを聞いていたんだけど、これ明らかにフラクタル図形に見えるんですが、次元が2だ、整数、で、いやそれフラクタルじゃないじゃん。いや僕が知ってるフラクタルとか 1.3 とか 2.3 とか、その整数じゃない次元を持つのをフラクタルって言ってると思ったのに、現在にも持ってきてですね、フラクタルだってそれ何ですか。いやでもその次元が2だから、次元が2ってことは要するに紙と一緒で、だから面積になって写真が貼れるんです。で実際次元が2ってのはどういうことかというとですね、1次元の方は2つくっつけると自己相似の2倍の方ができます。2の1乗で2倍になる。紙みたいなのは4枚並べると2倍の紙ができますね。2の2乗で2倍になるから
で、サイコロは8個くっつけると2倍の総じ計のサイコロができますね。2の3乗で2倍になるから3次元。これ1つの3次元の次元の定義でしょうから、で、これは半分のものの方になります。これを4つくっつけると2倍のピシェプリスキー四面体ができちゃう。2の2乗なので2次元だと。で、まあそれはそうなんですけど、だけど、いや、その時は僕もね、すごくまだね。30年前にね、あの実数の 1. 何次元なんていうものを持ってきてね、世の中を驚かせたと思ったら、今度はそういう 1. 何次元とか 2. 何次元とかいう変な仲間の中で整数次元の二次元のものを持ってきて、面白いでしょって言ってたのがと思って帰ったんですが、夜寝てる時にですね、夜寝てる時にあのさっきの言ったのでね、街の表面を小さくちぎって、それをこうバラモンといいんだけど、どうやってもらわないといいんだろう、なんかどういう方法があるんだろうなと思って考えてみたんですね。要するに二次元表面をバラモンで三次元空間に、二次元表面をちぎって三次元空間にバラモンでいいんだよねと思ったら、ちょっと待てと、これそうなってんじゃん。なるほど。で、マジと思って、次の日ですね、社内に行って、ガルシオという人ですね、こういう形にして、屋上持ってって、直射日光当ててみたら、まずないんですよ。おI'm sorry.
で、ブース知ったのかということで、このように表面の覆われた日よけですと現在 54.7 度ということなんですが、こちらのフラクタル日よけですと、温度は 33.3 度と、20度以上低くなっています。樹木のようなフラクタル構造はなぜ涼しいのだろうか。直射日光のもとに温暖の車が乗せます。大丈夫だよ、適当にやってもこうなるの。元気で回らないと出ないような実験結果は前回食べませんから。大変できない意外にやっても固まるとこうなるっていうのが大事なの。だからダメな人がやったことが大事。そうそうそう、ダメな人が人間の声を切り開
ぴったり見てることができるわけですね。それからパッと抜けちゃいます。なるほど。で、
ですが、あの今年あの、それをその下に西日用のあれをもう一度つけて、うん、でそうすると結構快適。ほぼ一日。それは設置の仕方というか角度も、角度とかですね。時間で回転したら。ということは気象学会より綾塚さんの方が
当そこがね、なかなか分かってくるね。やっぱりその気温っていうのを、気温っていうのは暑さ寒さの指標にしちゃってるんで、その空気の温度だっていうのを頭では思ってるんだけど、やっぱり暑いっていうのは気温が高いでしょっていうのをどっかで思って、それがポッと出てきちゃう。なんかそれの逆が、あの食品工学会、逆が、全然逆が分かんない。逆が分かんない。まさにあったかくなってほしいから、あったかくなってほしいから、輻射熱を使って気温を上げることをやるんです。そう、あの要するに加熱ムラをなくすときに輻射熱がどれくらいあるかっていうのが今の逆の話をやる。逆に輻射熱を、そうオーブンです。電熱研究室だったんで。何熱？電熱。伝える熱工学。だから今の逆が、そうなんですよ。実はさっきのミニカー実験、あの理屈は電熱工学の教科書に書いてあるんですよ。ああ、そっか。で、そうだ。だから今今回さ、何でも僕が発明とかなって、今の書いてあるで、ところが、あのミニカー実験を気象学会に持ってくるとはみんな、えって言う。確かに、そうなんだ。あとそれが選択の科学につながるんですよ。何選択？どう乾くかみたいな。あ、そういうこと。いいね、
喋ってたね。そうなんです。 TMI をよく分かんない。
よくわからないから、もうなんか先に走る、最先端を走りすぎてついていけない。死んじゃダメだけど、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 死んじゃダメだけど
受け身だから、うん、いっぱい受け身になれるわけですよ。なるほど、なるほど。何でも受けちゃう。茂木さんからなんか八つ当たりされた。オケス。京子さんからなんか言ってた。わかった。はい。っていうふうに。なるほど。いっぱい受け身になる。なるほど。高頻度に受け身になる。なるほど。レーダーってこうぐる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 回ってこういろいろ走って帰ってきたやつを声をこういっぱい聞いてるわけなんですけど、そんなことしないでこう聞こえてくる声は全部聞いてる。だから高頻度なんですよ。数分間隔でその軌道、放射っていうのを観測できる。それを全部解析して気温とか水蒸気の高度分布っていうのを調べてやれば、数分間隔で風船を上げて上空の状態を上げてるのと同じように上空の状態を知ることができる。超聞き上手。超聞き上手。僕なんかスナッチジーママしかない。超親しい。超親しい。インタビューしなくていいんです。なんとなく相手がもう踊りさせるだけでどんどん喋ってくれちゃう。竜巻って、まあ、こういうすごい顕著な被害がすごい。で、ある程度その強い竜巻っていうのは特殊な積乱雲で発生するということが分かってる。で、それはすごい古くから言われていて、もう何十年もそのことは調べられてきているわけなんですけれども、実際その観測って多くないわけですよ。なんでかっていうと危ないから。その実際竜巻が起こっているようなところに人が入っている。近づけねえ。だから直接観測して本当にそこで何が起こっているかっていうのを調べた研究例ってそんなに多くない。ましてや風船を上げて実際にその上空の状態を調べるっていうことは、まあ、いくつかやられてるわけなんですけども、そんなに時間かかってもわからない。無理。しかもそんなに近づけない。風船壊れる。割れちゃうんですよ、飛散物で。だから上の方が調べられない。でも今回は私、筑波の気象研究所に勤めてるんですけど、2012年の5月6日の竜巻っていうのは、気象研究所から20キロ未満の距離で発生したんですよ。で、しかも、数分間隔でその状態を大気の状態を解析できる。こんな観測ってないんですよ、今まで。世界に一つもないわけですよ。世界に一つだけもないんだ。あ、一つ。あるね。一つはあるね。で、まあ実際ね、スーパーセルの環境で調べた解析例っていうのもいくつかあるわけなんですけれども、すごい近くを調べたって言っても、せいぜい40キロの間隔でこうチクチク見ていて、その環境を調べるか。で、時間の間に1時間とかその程度。でも実際竜巻って数十分の現象じゃないかな。長くてまあ数十分とか1時間になるものもあります。短い、その中で環境って大きく変わってる。私がいっぱいお酒飲むの、1時間後はどっかで寝てるかもしれない。変わっちゃいます。さすがに寝てる。で、その環境を本当に知ることなんすか。もう別人だよ、あいつ。そんなやつじゃねえんだよ。そんなやつじゃないんだよ。で、風船上げる観測っていうのは朝まで行われてるんですけど、これ朝の夜と夜の、あ、違えな、朝の9時と夜の9時の1日2回しかない。でもさっきの観測を使うと、数分に1回観測することができます、気温と湿度の高度分布。だから1日2回が1日720回になるんです。すげえ高頻度ということが、この速記でできるようになると。ただこいつすごい近眼なんですよ。近くしか見えない。上の方は全然見えない。上空の誤差は非常に大きい。近くはすごくよく見える。2キロ未満とか、逆転走とかあったりするとうまくいかない。水平方向、は、見ようとしても、光学的厚さが重要になってくるので、そこをどのぐらい強く水蒸気とかの情報をどうやって取ってるかっていうのがよりさっきその20キロ未満の
これは鉛直上向きの観測です。今回使ってる。実際にこの測器でそのスーパーセルそのものを見てしまうと、スーパーセルの中って放水粒子がすげえいっぱいあるわけです。放水粒子がすごい大きい、すごい大きい雨滴があったと思います。それってその水滴自体が地表面とか放射を散乱したり、自分自身が放射する放射とかで、こっちで解析してる、その各周波数帯の軌道運動に非常に大きなエラーがあるんですよ。大気だけじゃなくて、その水滴の影響が非常に大きくなるんですよ。だから大気の状態を推定するのにエラーがあるんですよ。なので、大気の状態を推定するために、そういう雨が降ってないっていうのが前提なんですよ。この事例はたまたま、この時雨がここで降ってなかったからよかったんだけど、実際雨が降ってると、雨粒そのもの以外にもこの表面が濡れちゃって、そこの影響が大きくなって誤差をもたらすということも十分あるんです、その辺は今ちょっといろいろやってると思う。どういうのか、晴れてれば近眼だけど、近眼だけど下の方の情報がすごくいろいろ見える。お前の女にはめちゃめちゃ聞き上手な石田純ちゃんで、しかも石田純ちゃんいいやつだ。お前の女だけ。私のせい。リアルタイムに今まさに不安定になってる、で
これから何が起こるかの選択肢を選べるようになる。絞り込めるね。絞り込める。今そうなってるんですよ。だから、ゾンデで分からなかった、1日2回だけの観測、その空白の間、空白の間って日中、最も不安定になるであろう。そこで犯行が行われるか。そうなんです。だからそこを見ることができる装置を使って、実際にその数値モデルと組み合わせて、高頻度の現象の、環境の解析をしたっていうのが、今回の学会で話したやつです。巻き予測への道が開けば開けそうです。開けそうですね。でも開けそうもなかったんだ、ね、今まで。だって実際その今日本でもじゃないけど国内で発生している竜巻っていうのはスーパーセル、こういう特殊な巨大積乱雲によって発生する竜巻っていうのはそんなに例外だから、これまでその統計的に日本国内の竜巻についての環境を調べた研究がいくつかあるんですけど、さっきの大気の不安定度っていうのはすごいちっちゃいと思うんですよ。この事例だとケープっていうのがあるんですけど、それが1000ぐらいになるんですけど、これたらやばいぞ。統計取ると日本国内の竜巻だと66なんですよ。すげえちっちゃくないですか。でも実際そういう環境下で竜巻が多いんですよ。なんでかっていうと、こういうスーパーセルが関係していない別のメカニズムの竜巻が多い。なるほど。でもスーパーセルには線がいる。線のそういう不安定さ、戦闘力がいるわけですけど、いるわけです。はい。66でもできちゃうやつがいる。できちゃうやつがいます。うん、ただそれを基準にして考えると本当にやばい時、被害が大きくなる竜巻っていうのはこういうスーパーセルでしか起こらない。分かってるので、だからこいつが来るかどうか、現れるかどうかっていうのは、いくら大気の状態が不安定になっていたとしても、それがどういう風になるかっていう前例がなかなかないわけで、今回その一例を取って詳しく解析してやったっていう、だからこれを基準にしてある程度その予測資料とかを見ていくうちに、その予測の中でこのぐらい不安定で、このぐらい起きやすい。予測してれば本当にやばそうだってことが掴める可能性が高くなってだから判断材料になりますよ、ね、だそういう意味で、今回というかはおそらく そういう観点から使って歴史的な一歩だったこんな観測はないよ。いや本当にないですよ。なるほど、はい、それ一つだけだこれ2年前の時に、実際に観測されていたスーパーの研究で観測されていたんですよ。今もずっと観測継続はしてない。継続してない、はい、それは別のプロジェクトの関係などあり、その時はたまたまつくばで、その時はたまたまつくばで、たまたましてたまたまつくばで、で実際私この時つくばにいましたけど、そういう観測値をちゃんと取れてるって認識なかったんですよ。後からあの測器を使い出して発掘したんですよ。いろんなのが出てるの、すごいのが出てる。あの時のじゃねえって今、奥多摩で観測やってるんですけど、それの検証するのに、やっぱりゾンデとラジオゾンデ、直接観測と比較をしたい。で、筑波でいつ観測したいって。えっ竜巻の時入ってんじゃんで、見てみたら、すごいお宝が眠ってるんだけど、最初の目的を忘れてこっちに来ちゃった。それで、もう、脳汁が溢れ出した
すごいコンディション良かった。何が良かったかって、やっぱり雨降ってなかった、雨降ってなかった上に、ここは気象研究所なんですけど、すごい近くで、しかもそのちょうど暖気側、不安定な空気が一番ある、ここを測りたいっていうところから来ました。まさにここを測りたい、ここ知りたいっていうところでピンポイントで測れてる。すげえ、こんなことがあるのかと、うれしいんですよ。あれ全然うれしい、うれしいですよ、全然うれしい。エロ吐くんじゃないか。後ろ側での下降流、そこが、こういうふうにでこっち側のやつぶつかってガストフロントみたいに形成して、でそれで、まあ、渦が強まる。さっきのフラクタルのあたりと同じぐらいハテナが多いです。あ、すいません。すごく近眼だから、はい、1キロぐらいの近くなるので、そこまでの威力でもなく十分です。十分ですか？モデルは、モデルは下があんまり見えない、そこを正しく近眼で修正してやる、うん、そうすれば最も現実的なプロファイルが得られる。一番言いたいことなの予測を考えるときに、モデルは上の方はすごくよく信用しないです、うん、下が信用できないので、はいはい、この間木曜日にドイツが上がったラールも下の風があれは発生してるんです。モデルは神奈川で雨の雨も発生して、はいはい、降らせる。これは神奈川、南風で神奈川のところに入っていくというふうに見たから、モデルはそう計算したんですけど、東京まで南風が入るとは思うという考えですけど、でも、コンピューターはそう計算したんですけど、下の南風が東京まで入るというのが、だから東京で大変。それは、それは、この話とは違うと思う。なぜかというと、このすごい積乱雲があって、雨が降っているところが複数あったりする。だから予測できてない雨雲があったとして、そこからの影響が大きくその環境を支配してしまうと、もちろんその予測できてない雨っていうか、下の環境も変わっちゃうし、予測自体も全然信用できなくなっちゃうんです。30個の雨雲までは大体当てたのに、5個外してて、でその5個の影響がその他のやつに強く影響していると、すごく予想を外してしまう。これすごいよね、これシミュレーションなんですよ。こっちがシミュレーション。これ神業的に当たってるよ。神業的に当てたんですよ。何だよ、その。怖いですよ。いいな、モデルは。4月に全然いいですよ、何だろう、こっちも怖い。話すと。
くないと思うんですけど、ある空間を考えます。ある空間の中でその例えば再現したい現象があるとか、でその現象に必要なメカニズムがその空間の中でしっかり表現されていれば、こういうふうにうまくいくわけです。ただ単に高解像度すごい細かく計算してすげえいっぱい広く取ればいいっていうわけでは全然ない。よく勘違いしてる。高解像度に探知すればいい、いっぱい広い領域を取ればいいっていう勘違いしてるんですけど、それは大きな間違いで、その現象に何が重要かっていうメカニズムを理解した上でその計算の中にそれを入れられるかどうかっていうのが一番重要なわけです。でこの現象では仮想のこういう局地前線に加えて、そういう、他の降水とかの影響をなるべく小さくするように領域を調整したわけです。はい、ちっちゃくしてる。でこいつができるまさにその瞬間を狙って、領域をその領域内に入るようにその収束が強いやつを入るようにして、こいつがちょうど真ん中に来るように領域を取ったわけです。で何十回かモデル流して計算して、すごいバッと合うようにピタッと合うように何十本か計算したわけです。一発で当てるのはやっぱり難しい。それは難しいです。だ最近はその実際にその大気がどうなっているという解析値がよくなっているので結構当たることはあるんですけど、このぐらいの精度で当てるとすると神業じゃないかな。このぐらいの位置これ実際そのつくばの竜巻をもたらした雲と何が違うか、5分ぐらいずれてるんですよ。その程度5分ずれてるだけであと大体小屋顔100だけは足りないI'm sorry.
もう来る来ると思ったら来たわけ。素晴らしかったですね。いかがでしたか、杉浦さん。サクラワークスでね、こういうのが起こってるっていうのが、もう僕も幸せでしたね。今日のはちょっと僕も想像を超えてましたね。面白かったでしょ。ありがたい。いや、俺これがやりたかったんですよ。やりたくて、うん。ありがとうございます。しかもその場を杉浦さんに見ててもらったっていうのが、本当たまたまでしょ。ユーストで見ながら仕事してたんだ。ユーストで見ててくれたんですか。見てた、見てた。それで見つけてくれたんですか。前半おやってるとかっつって数メートルですじゃあユーストで見てる場合じゃないとありがとうございます。あ、じゃあ何でも流して見るもんだな、やっぱりな。いや、よかった。
石川さんありがとうございます。いかがでしたか今日。面白かった。社交ブレイクね。いや、いいんですよいいんですよ。もうやりたいことやってくださいね。あのサイエンスにするかどうかはもう僕らが決める。やりたいことやって。やりとりが面白かったですね。まん駆け引き。そう、まあ、いつもやってるからだんだんああなってくるんですね。やっぱあうんってあるんだと思うんですけど。もう一番の見どころです、ね。うん、いや良かったですね。ありがとうございます。また来てくださいね。またやりましょうねちょっと。え、石川さんどこの辺でしたっけ住まれてるの。はい。住んでるのは埼玉市です。埼玉ですか。今日もここ来るときに、はい、たまたまなんかそのなんか気象の予報士だった方と会う機会があったんですよ。はは。及川さんって方です。及川さん誰だっけ。今アナウンサーって言うんですよね。はいはい。慶応で講義してた方らしくて、はい、やっぱりちょっと初めてその気象関係の人があったんですよ。でそれで今日学会来て、あ、公開気象講演会に、はい、あ、その人は一緒に来てないんですけど、はいはい、あのその人に午前中面識あって入って、ああそうなんだ、気象予報士の試験で、今日ちょっと、ま、勉強に関してはそんなに関係ないのかなと思ったもんしたんですけども、結構聞いてたら、あ、なるほどなるほどみたいなのいっぱいあって、いや、そう、その直接の知識っていうよりも考え方とか、めちゃめちゃ分かる、うん、俺結構一番前のもう左側に先生がこういて、いや素晴らしいですね、前から4列目ぐらいにずっと。いや、そういう人来てくれて本当に嬉しいっすわ。俺知識全然出るかも、うん、はい、いや、いいんですよ、もう俺もね大した知識ないですけど今日分かったと思いますけど。ちょっと前に見えて、この T シャツすごい気になってて、ちょっと欲しいかなみたいな。欲しいですか。これニコニコ学会ベータの公式 T シャツ。オリジナル大好きな人なんで。あ、本当ですか。買ってくれます。じゃあ買います。何色がいいですか。青がいいですね。青と黒と白があるんですけど。持ってない。ないですか。あの、俺買う気もなかった。買ってくれます。買います。俺のところに在庫戻ってきてる。本当に。はい。どう。サイズも SL、M は。あります。 M でいいですか。お、ありがとうございます。マジか、買ってくれんの。菊土ね。もう自分のことも菊土さんも覚えてもらったんで、菊土さんありがとうございます。ねえ、いや面白かったですか。いや今日来れたのは運いいですよ正直言って。いや今まででいろいろやってきましたけど、今日最高に面白かったですね。うん、いやありがとうございます。また来てくださいね。じゃ誰かまた連れてきてください、ニューカマーを。ニューカマー来ると僕らもなんかおかしなテンションになるんで、なんかそれがいいんだと思うんですよね、うん、なんかそんな気がします。はい、ちょっと知り合うので。ありがとうございます。いやこれは素晴らしい会社。あ、ガラス王女。チームガラスだから。ありがとうございます。どうでしたか。結構思った以上に。多すぎます。ねえ、いやどうですか。濃いですよ。良かったでしょ。いやー今回の自信ありますね。いや半分ぐらい持ってかれましたけど、そんなことないって、うん、いやでもねやっぱニューカマーが持ってくっていい回ですよねやっぱりね。いや嬉しいわ。いやよかったらまた来てくださいね。この辺にお住まいなんですか。川崎ですか。じゃあまあまあなんとか会えますね。またよろしくお願いします。ああ嬉しいわ。あ、はい、おもさんありがとうございます。あんたのような超エリートがこんなイベントに来ていただいても、あのでも本当にあの気象の会とか皆さんすごい一
調整したの、した、した、した、してたらこんなカオスにならないですよね。すごかったですね、あの時も。すごかったですね。どん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 、はい、ね、盛り上がって。あ、ニコニコの時ですか。ニコニコの時は一ヶ月死ぬほどやりましたから。そうですね、持ってもうゲロ吐くかと思いましたもんね。はい、でもその熱意とかやっぱりあのセレンディピティをね巻き込んで、もう言葉がセレンディピティとかさもう絶対もうエリート以外知らない言葉だもん。何でしょセレンディピティって。セレンディピティ私も知らない。何ですかセレンディピティ。世界を、ま、だって高井さんとかもなんかオーシャンズオーシャンズよくはジャメスティックあのジャメスティックだよ。ジャムスティックだよね。なんもジャスラックみたいな。ジャスラックもね。うん、はい。ありがとうございます。また来てくださいね。ちょっとまたやりましょうね。ぜひ。うん、ちょっと今日のはやばかった。本当すごかった。この二人がねやばかった。本当に。すごかったよね。いやいや菊池さんは気象予報士だし、まあ、僕もなんか大体分かってたんですよ。どうこういう人だなっていうのは分かってた。この二人はねもう全くね正体不明だったんで。いやでもすごかったですね。素晴らしかったですよね。ありがとうございます。またやりましょうねちょっと。モテ作さんがかすむレベル。あやつさんおっしゃる通りのことだよね。本当にねえ。いや今まであやつさん僕と何回かパフェやってくれたじゃないですか。こんなに俺の存在感小さかったことないですよ。モテ作さん俺誤差でしたね。いなくてもよかった。存在感がここまでないなくてもよかったね。うわーでも幸せだわ。ああ、幸せです。いや、ありがとうございます。高井さん、やばかったですね、今日。ちょっとやばいの見つけちゃいましたね、なんか。とんでもないもの。データ的には1回目でこれやりきっちゃったね。思いながら、言ったんだけど、まあ、まだまだネタはある。そうだね。いや、この人映像ディレクターですから。うん。いや、だから、もう、こういうコンテンツ作りたくて、ね、ちみちを上げてるような人ですから。ところが、ね、何にも何ですか今日アレンジも何もしてない。ただ呼んだだけじゃないですか。今日のこれって確実なあのシンポジウムは一セッション。いや本当ですよね。ありましたよ。自分の濃さはありましたよ。うん、あとで同じ濃さ出してもらこれ完全に食い物ですから。いやすげえ。勘違いされた。そういうのじゃないの。違うの。あれ違うんですか。異論学会じゃねえんだぞ。本日の、ニコニコ学会ベータの会議が、はい、今日ニコニコ学会ベータだったんですね。ニコニコ学会ベータ気象研究会兼サイエンス。ああそうかそうかそうか。あそうか記念すべき。じゃあそういう意味では1回目なんですね。第1回目からこれってちょっとやばいですね。面白いと2回目なんかハードル上がっちゃいましたね。いやまあまあでも滑っといた方がいい。うん、まあでも気構えないでね、またやりましょうよ。はい、今日は気象好きのただの飲み会です、うん、ただの飲み会だったんですよ普通。サイエンスバンド、うん、大して面白くもないのにゲラゲラ笑ってるだけだったんですよね。いや今日は本当に面白かったですね。いや本当今日来てた人は超幸運だと思います。マジでいや本当すごいですよ。あじゃあ一人様1000円。はい、しかも1000円ですか。ここの会場には非常に安いんです。はい、とんでもない価値ですよこれ。すごいな。マジかよって感じですよ。坂井先生ありがとうございます。完全に僕はあのイメージを覆されましたね。こんな先生だとは知らなかったです、うん、もうちょっとちゃんとした人かと初めてなんですか。
て、初めてじゃないですよ。だからちゃんとしてるところはよく見たことがあったんです。だからまさかお釣りがちゃんとわからないとかそんなことは全然わからなかったね。よかったね。今日ポッキリ1000円だからお釣りいらないじゃないですか。780円だったらやばくできない。よかったですね。うん、今度からちゃんとね、会費がポッキリの時だけ1000円か1万円かっていう。はい、ちょっと逆にお釣りが出るの見てるいくら返してくれるか。いやありがとうございます。いやどうですか島下さん、とんでもないとこ来ちゃいましたね。最初ちょっと難しかった。いやちょっとは、あれがああいう暑さを防ぐ屋根が、あ、フラクタルね、街中にこう溢れた時に、テレビではどういうふうに伝えたらいいんだろう。あ、確かに島下さん、伝える側としてはやっぱりそこは今から考えてもらいたい。涼しいですよね、光がこう抜けてきますから。まだらに日焼けしちゃうから。涼しいけどまだらに日焼けしちゃうから。なるほどなるほど、面白いですね。あ、いいですね。やっぱパンダ先生いいわ。あのパンダにもつけたらいいんじゃないですか。パンダがまだら、うん、まだらパンダなんて。いや今回またすごいの撮れましたね。はい、いやいやいや、ちょっと聞いてみます。何何、衝撃、昨日の音声撮られた、マジっすか。もう俺大反省。お前すごいな。今日反省してバリ回してます。まあでもいいよ、取り返した取り返した、取り返しました。今日撮れたんでしょ。今日バッチリ撮れました。あ、音声を撮らないで動画を撮るっていうことが可能なんですから。はい、あのマイクのスイッチが入ってます。あ、そんなの切り替えるんだ、いちいち。はあ、じゃあ音はね、まあ、こっちから拾ってくださいね。適当に。僕撮ってますよ。今日なんか変な未知の荒犬を見た気がして。やばかったね今日の荒犬ね。ドヤ顔回数、ドヤ顔回数今度から数えましょうか。そう、私びっくりのお宝だと思って。いや掘ったね。そういうもんなのかな。うん、いやでもそういうもんですよ。なんかね、私おじさんも言ってたじゃん、うん、なんかそこみんながとかつく方じゃないところに、うん、MJO のある。確かにそう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 、逆サイドにあるんですよねっていうのを聞いて、うん、なんかそれがいいんですけど、うん、いや本当にそういうのに出会った瞬間で1ヶ月で終わるんですよ。終わる。だから長年10年これやってますみたいなのよりもその1ヶ月に出会えるかどうかのために10年やってるんですよね。それはありますね。うん、だから今日の荒研の話ってただ面白かっただけじゃなくて、あ、研究はこれですよっていうのを見せてもらいましたね。この瞬間に出会うためにね、私は幸せですとか言ってバカだねあいつは本当に。何何何、こうちゃんね、今週すごいでしょ。去年の景色がまるで違うでしょ。変わりました。おー。なるほどなるほど。あ、はいはいはい。パンダ先生も今度お呼びしますので、またあの嬉しい嬉しい、うん、やりましょうよ。はい、はい、よっしゃ。うんうん、じゃあ聞いてくださいね。ほとんど答えられないと思いますけど、ね。うん、いやでもいいんですよ、そこから研究しましょうよって話ですから、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あと忘れ物ないよというわけで一次会はこの辺で。モテサクでした。
あ、持ってない。